ネルトリンガーリース、ネルトリンガーリースとも呼ばれる。シュバーベン山地とフランケン山地の境界にあり、ドナウ川の北にあたる。その大部分がバイエルン州ドナウイコールリース郡に属し、残りがバーデンイコールビュルテンベルク州オストアルプ群に属する。クレーターの中心から南西 6km の場所に、ネルトリンゲンの町がある。リースという名前はドイツ語ではなく、 古代ローマの属州、ライティアに由来すると考えられている。この地には先ローマ時代にライティア人が住んでいた。他にリースと呼ばれる地名はない。盆地は1430万から1450万年前に形成された隕石衝突クレーターと解釈されている。クレーターはほとんどの場合、単にリースクレーターと呼ばれる。ネルドリンガーリースはほぼ円形で、 直径約二十四キロメートルのクレーターの残存と考えられている。クレーターの円は森で覆われたリング状の丘の連なりとして見られる。現在の盆地底部は侵食された円の残存から約百から百五十メートル下にある。丘陵地であるこの地域の中でその平坦さが際立っている。クレーターの内側に円形の丘の連なりがあり、複合クレーターに見られる。 中央流域であると考えられている。ベルニッツ川が蛇行を繰り返しながら、平坦なリース盆地を横切っている。リースとその岩石は一世紀以上にわたって、様々な解釈が試みられた。かつては、特にリースに算する、数バイトと火山灰が似ていたため、火山活動起源説が好まれた。1805年にはすでに、バイエルン地質学の父とされるマチアス・フォン・フラルが、 リースを火山地域であると記載している。1870年、カール・ビルヘルム・ホン・ガンブルは数バイトの分布からリースに火山が存在したと判断した。彼はこの火山は侵食で完全に消えており放出された岩石だけが残っているとした。1901年、ビルヘルム・ブロンクとエーベルハルト・フロスは地下のマグマチャンバーが上昇し、そこに 水が貫入して何箇所かで爆発を起こしたとして火山体の不在を説明しようとした。1910年からバルテル・クランツ将校はリースの地質構造が一つだけの中央爆発によってのみ最もよく説明されることを示した。爆発の原因は同様にマグマチャンバーへの水の貫入で説明した。火山活動説以外にも 産地の隆起に伴う氷河やテクトニクスによる説もあったが、どれもリースの特徴を説明できなかった。1904年にはすでにエルンストベルナーがリースの構造を隕石衝突によるものとした。1936年には、オットー・シュトゥツァーもアリゾナ州にあるバリンジャー・クレーターとリースとの間の類似点を指摘した。ところが、衝突仮説はまだブレークスルーとはならなかった。 1960年、二人のアメリカの科学者、ユージ人シューメーカーとエドワード・オチャオは、岩石資料に基づいて、隕石の衝突が原因のクレーターであることを証明した。最も重要な証拠は、スティッショバイトとコーサイトの存在だった。これらの高圧変成石英は、隕石衝突に伴う衝撃圧によってしか形成されず、火山活動で説明するのは不可能だった。 この高サイトは、ネルトリンゲンの町に、地元石材で建てられた教会の建築石材の中から発見された。ヨハネス・バイアーによる2つの記載岩石学論文は、この数バイトが中世代の堆積物から形成されたことを示した。衝突イベントの最近のコンピュータモデリングによれば、衝突した隕石の直径は、それぞれ約 1.5km と 150m で、 衝突前は互いに約 10km の距離を持ち水平面から30から50度の角度で南西西から東北東への方向で衝突したと見積もられた衝突速度は約秒速 20km であったと考えられている衝突が引き起こした爆発は広島原爆1800万個分のエネルギーであったこの衝突イベントが ボヘミア地方とモラビア地方で見つかるテクタイトの一種、モルダワイトを生成したと考えられている。このテクタイトは、砂岩が卓越する表層から生じ、クレーターから 450km に及ぶ距離にまで放出された。衝突後の一時期、クレーターは海に沈んで、堆積層を作り、その後クレーターは再び陸化した。表記の間は侵食されてオードが形成され、 この地の農業の基礎を作った。ネルトリンゲンの石材建築は直径が0 2ト、mm、ルを超えない微小ダイヤモンドを何百万個も含む。リースクレーターを作った衝突はグラファイト鉱脈に衝突して7万2千トンのダイヤモンドを作ったと推定されている。この地域で産出される岩石は切り出されて建築石材として使われている。 ネルトリガー・リースの中心から西南西4 2トルにあるシュタインハイム盆地はもう一つの衝突クレーターである。このシュタインハイムクレーターは直径3 8トルとリースクレーターよりずっと小さい。このクレーターもおよそ1500万年前に形成されたと考えられており、リースとほぼ同時のイベントであったと考えられている。 二つのクレーターを残した天体は二重小惑星であったと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。